でててててて、落とし穴のレシピの作り方。なお、この方法は未検証です。えー、私の今回考えた方法。ここにね、穴を掘ります。そしてこの上に乗ります。そしてここから下にね、下がれば、落とし穴に下がった状態になると思うから、それでね、落とし穴のレシピをね、ゲットできるんじゃないかなと思います。さあどうだこれで、落とし穴にはまって、あ、あ、あ、この経験を元に、落とし穴のレシピが、うーん、来ない。 ここに池作るここに。こっちの方が良さそうな感じしてきた。金たくさんね、出来上がってる。あ、待って、これ大丈夫金がなくなった。<laughs> 悲しい。たかが一万、されど一万。一万は、今の私からしたら超大金。あははは。どれぐらいの大きさだったら餌撒くことできるかな一番近く、どここういけるあ行ける、いけるやばー。息なだけにいけるってね。<laughs> よいしょっと。あ、違う違う違う。 何をやっとるのさっきから全くもう。これで、ここで話しかけてこっち行って、即こうやってやって、リメイクキットを違う違う違う。魚の巻き餌を投げる。あ、オッケーかな大丈夫だね。これ、狙い定めんの意外と難しいのかな池ってさ、方向転換めっちゃするよね。まあ、その辺は、テクニックか。はい。こんな感じで、オ、OK、ッよーし。あ、これ初めてじゃないもしかして。あははははは。 初めてですね、デミキンさん。やったー。よし。行くぞー。大会に参加する。はーい。オッケー。目指せ250匹。先に投げれば確かに。先にこれ巻いときゃ分かったね。<laughs> なあ、そういうパターンよ、そういうパターン。そういうパターンが一回来ちゃうと、やばい、こっち向け、こっち。下、下、下、下。よし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 。まず一匹あ。あ、初めてだ、またこれ。ランチュ中。初めてなんだけど、釣ったことなんない、もしかして今の。え、嘘でしょ <laughs> なあもうこれこれもう池いかん気がしてきたなんか海の方がいいかなやっぱ一番最初に海の方に走ってくかそうここここ,こういうこういうことになっちゃうもんねじゃあ待ってこれ二次機構じゃないかしかもこれ来るかうーわうーわ海の方が絶対やりやすいわこんなんなっちゃうもんね池の魚ってさ見る方向が結構ランダムだもんであんまり狙いを定められない的なのがあるんだよね色々いろいろ勉強になって面白いねちょちょい

い行いや、ちょっと、ばっかった。間に合い間に合い間に合いあと1秒あいで、で、ちっはっいや、いや、それは、それは間に合ったでしょ今の。えぇ、ー、嘘クラボックスから魚が取り出せるらしいので、ランチュー持って帰ろっか。これ、受け取る。もう一回だけやってみよう。それじゃあ、あの、海行ってみようか。海。海の方が絶対楽な気がしてきた。さあ、行くぞあ、この、この移動時間が、移動時間が若干、ュー えぇ、ー、石ちょっと待って、今のダメなのうぃー。からの、あ、鈴木だと思う。うわぁ、おおタイだった。もう、ここめ来るまででいい、30秒かかってんだよね。よいしょ、そして連打あ、めっちゃ楽ええー、鈴木。いや、平目かどーん、ええぃー。<laughs> ちょっと待って <laughs>。 <laughs> こんなところで変な実況者が出さなくていいから。さあ、もう、鈴木でね、鈴木で。そんな。4ピクとか長い。ねえ、ひらめ。まあ、それは普通だわ。確かにまあ、楽ではあるね。すぐさま、あ、ど、どじょうじゃなくて、うつぼ。普通のつぼの方が高いけど、多分鼻毛だと思います。オッケー、鼻ひげオッケー、これで味アジも釣りつつ、これは鈴木だな。はい、えい <laughs> えいってさ、え、そんな、いっぱい釣れるようなもんだっけな。うわ、いいね、1ピク。美味しいよ、これ、タイじゃない、多分。はい、タイ、オッケー。あー あーあああ絶対無理じゃんこれ。あもう絶対あああ。まあまあまあ、こんなもんでしょう。はい。はーい。ああ <laughs> ということで、とりあえず何か作る釣りをお。い。作って、からの釣りを。 高飛びン <laughs> ちょっと待って。並びおかしいでしょしょぼい。ついの左が、しょぼいついざおでしょ <laughs> なんで50本中なってんのもう <laughs>、いらんよ、二個高飛びも何竹馬でもするんか。もう別にいい業は売ればいいだけだからね。だら今回結構高いんじゃない ?1 万5000いくんじゃないかね、多分。おおおおおおお、おおおおお万。え 魚つい大会これってもしかして結構お金稼ぎになう的な感じでござるか ?2 万ですって。やば。そしたら、夏さん呼ぼっか。夏さん呼んだ方が色々ね、あのやりやすいというか、マルチでやった方がいいっていう風な噂は聞いたことあるもんで、とりあえずこれ飾って、デメキンも飾って、 よいしょ、オッケー k 夏さんの力を使い、友情パワー。友情パワーって変な感じだけどね。いろんなものをいっぱいゲットしていこうかなと思いまーす。てことでー、島を開けまーす。これ、ナツさん来た場合ってさ、スタートこうやってやるじゃん。ポイントって夏さんにも入る感じそれとも、ポイントはナツさんには入んないってことはないよね、さすがに。ナツさんもここでいっぱい釣りをすれば、アイテムはすべて回収できるっていう感じでいいんだよね。二人の合計が入んの えじゃあ8人でやったら、2、3回で100ポイントなんて集まっちゃうんじゃないの ?8、え ?8、8、生きてるペット。納豆。さあ、これなんだテーマは <laughs>。ペットが来たよ、これで。さあ、ナスさん、カモン。うえぇー。どっから来た今。めっちゃ話してる。超話してる。やばいぐらい話してるね。高飛び棒が2個なってる、私。 ふたばさんもう海に行った方がいいよ。あ、ほんと、なさんスタートできんのじゃあ、私海行っとくわ。一人が話して解析。きる。あ、そうなんだね。すげえ。餌巻くのは、ちょっと待つか。いや、もうそうそういいかな。もうそういい気がする。かけるぞ、私は。うまーい完璧すぎるはいっ。まず一匹でーやったはいっといーしょいー鈴木ーオッケーはいよいしょいいいよ !30 秒に2匹これは、真面目に12匹ペース えいゃん、じゃあ、ば、た、った、った,った、さあ、今んところまだ12匹ペースだぞいけ、あ、でもちょっと、ちょっと時間が、そんなこと言ってる場合じゃないでしょうが。さあ、1ピックなら行匹1ピック、1ピック、こ、た、さい。1ピック率が少ない。2ピックはダメ。あちでもまだ言うてまだ5秒ぐらいしか遅れてないから、今んところまだ11匹ペースだね。1ピック。 一ピク <laughs> え、しかもこの、この、この匹は、えいうん、か、カレイ。あー、一ピクじゃなかった、三ピク。うん、立つの、落としこ。う四ピク。うふふ。うふふ。でもまだ、あと一分あるからね。あ、一分あれば4匹いけるか、11匹はワンチャンいけるかもしれない。えいじゃあまあまあまあ、いいでしょう。二ピクなら、まあ、うん、妥協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 じゃなく、9大点。オッケー。あ。<laughs> アハ 1>, <laughs> <laughs> 1ピクだったらワンチャンいけるかなこれ1ピクだったら1ピクだったらワンチャン1ピクだったらワンチャン10ピキんー,あー絶対無理ー <laughs> さあ全部で17匹5匹以上だったか協力ボーナスをもらえて私が9匹釣りました21ポイントあがるーいいねーえちなみにこれさ魚はさ私がやったやつだけなのかなこれはそりゃそうだよね買い取ってくださいはい 9匹です13000万いいね上がるね素晴らしいねよしそれじゃあね今から夏さんと一緒にねたくさんポイントを 集めてきまーすで,れれででででででで三橋で釣りチャレンジということでね、三橋でやることでね、シーラという新しいものが釣れるから、これを使えばいい感じになるんじゃないかなと思います。ここでいいのかなここで。こうなりの、あ、そうなっちゃうのかじゃあ、ちょっとダメか。これどう、どうやってやるのが一番いいのかなそこでも大丈夫。でもさ、即置きたいじゃん、即。即置きたい。えい端っこへ斜めがいい。オッケー、ありがとうございます。こうやってやって、で、連打。 おー。おー、いいねー。素晴らしい。始めてよっきあだ、ダメ始めちゃダメ始めちゃダメ待って始めちゃダメちょ壊れたストップナスさん、ストープッストプ今、外入れちゃうと私何もできないから始めちゃダメ。タイミングやばすぎでしょ、ほんとに。たか、高飛び棒は使わない。大丈夫。行くぞー始めるよよしこんぐらいあ、あ、もっとだった。 釣り絵持ってない持ってない始めるようが持ってたか意味ねえからょっと、さあ、いたいたいだああ来たあ、これシーラだわ、これは。一発目で。やったえい、めっちゃ釣れるじゃんアンバさー石台で、よろしくあ、シーラだわ、これは。これシーラえ、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 え が、いやもうダメだ。ラグを意識しちゃうと、これが弱気になっちゃう。さあ、シーラチャレンジもう一回。これ、これシーラのやつこれシーラこれ、この大きさ。シーラもっとでかいんだ。なるほどね。あ、これシーラ <laughs> これシーラかな。手が全然ついてんじゃん。桟橋は、またいつか、環境を整えてから。 やりましょう。はーい。ということでね、魚のやつ13種類すべて集めてきました。こんな感じです。え、で、なんか、この魚卓と紐がリメイクでね、変えられるそうなんで、ちょっとそれをね、見てこようかなと思います。怒りもある。怒りも、 リメイクできんのロットもできんのマジでドアプレートも。れ全部持ってっちゃえば。そうするか、じゃあ全部持ってくか。よいしょ、オッケー。さあ、このお魚関係のやつ、リメイクすることがね、できるっぽくて。あ、結構できるロットスタンド、紐の、魚宅、怒りのオブジェ、お魚のドアプレート、この辺がね、できるらしいね。ちょっとじゃあまず紐の皮見ていこう。あ、3種類しかないんだ。魚か、イカか、タコ。 にすることができますよと。そして、ロットスタンドは、ブラックかホワイトかナチュラルか。おぉー、なるほどね。そして、魚卓は、あいっぱルある、浪人味。あ、違う、マグロか。マグロか、タイか、カジキか、イカか、ブラックバスか、コイか、ライギよ。ライギまだ釣ったことないんだよな。そして、 怒りのオブジェが、レトロかっこいいな。レトロ、ブルー、ホワイト、ゴールド、シルバー、ブラック、なんで緑ないのからの、お魚のドアプレートが、あー、これは緑ありそうグリーンが作れるという感じらしいです。はい。